じゃあこちらもですね私の人生の先輩からエールを送るようなコメントでいただきましたみちさんですねはじめまして私は久保さんの YouTube を拝見してその誠実な態度言動に感銘を受けているものです70歳ですすごいいつの間にか年を取りました私よりもね20年上なんですよでつまりおものすごい人生経験や私よりも ま、なんか計り知れないものを見て感じてきたんでしょうね。はい。えー、私はタイに在住9年。おお<う>。今もバンコクの公立学校で日本語教師をしています。日本では政治経験もあります。いや、お会いしたいですね。私も久保さんと同様に YouTube で令和新選組の活動に、えー、感動した者の一の人です。今は令和オーナーズの一員になっています。 いやー、令和オーナーズですか。私も、令和オーナーズっていう制度はね、知ってるんですけども、そうですね。これを機会に、令和オーナーズに参加するってのもいいですね。実は私、令和新選組にはね、あの、毎年毎年、寄付という形でお金はお送りしてるんですよ。まあでもね、どうせ、お金をお送りするんだったら、オーナーになるって言う手もありますよね。はい、えー、久保さん、独特のいい物言い,いは見事です。これからも頑張ってください。応援してます。私も勇気づけられます。ありがとうございます。ということで、こういうコメントに私もね、励まされておりますよ。 みちさん、これからもバンコクの公立学校でぜひね、素晴らしい、美しい日本語を広めちゃってください。そしていつか会えますように。それではお疲れ様です。